ましたが、村井知事自らが出席している宿泊税についての説明会が県庁で行われています。会場には小笠原記者がいます。小笠原さん。午後6時に始まった説明会ですが、村井知事や県の担当部署による説明が終わり、先ほどから質疑応答の時間となっています。今まさに村井知事が質問に答えているところです。一泊6000円以上の宿泊に対し、県内一律300円を課す宿泊税について、参加者からはもっと慎重に時間をかけるべき、9月議会が始まるギリギリで200人限定で開催するのはひどい、もっと多くの県民の声を聞くべきだと、知事が取り下げを考えていないと発言したのに対して、あまりに傲慢だという厳しい意見が寄せられまして、参加している人たちからは時折共感の拍手が上がる場面もありました。それに対し村井知事は、県の財政状況を考えると観光に関する予算を大きく増やす余裕はなく、定住人口が減っていく中で新たな財源が必要だと話して、改めて宿泊税導入への理解を求めています。村井知事の説明を受けて、どの程度の理解が得られるのか、説明会はこの後午後8時まで続く予定です。